小田急小田原線の本厚木駅にやってきました。神奈川県厚木市ですね。まあ、他に厚木っていう駅もありますけど、まあ、本厚木駅が厚木市の中心駅なんですよ。いや、こうして見ると結構大都市ですよね。タクシーがぐるっと回るロータリーがあって、まあ、来ているバスは神奈川中央交通ですね。神奈川中央交通株式会社のバスが来ています。まあ、いろんなところに商店街が伸びているので、ちょっとどっち行くか迷っちゃうんですけど、まあ、まあ、そこを左へ曲がっていきましょうか。なんか鐘の音が聞こえますね。風鈴でしょうかね。やっぱり夏ですからね、暑い時には風鈴の音が涼しく聞こえるけれども、やっぱり暑いというね、風鈴の音を鳴らしても暑い夏には焼け石に水ということですよ。で、焼け石に水じゃなくて焼け石に水滴というかね。こうなんか豪快な磯丸水産ですか。これ一番街っていうんですね、ここね。で、厚木市の一番街ですから、やっぱり一番の繁華街なんではないでしょうかね。餃子とビールは文化です。なんかこの看板どっか他の街でも見たな。どこだったかな。まあ、歩行動画も文化ですっていう話をその時もしたような気がするんですけど、あ、ここさ、歩行者天国なんですね。車両通行止めって書いてある。歩行者天国やるだけのね、大都市ってことですよね。厚木警察署ですよ。さすがですね。この厚木市は東京から京都までの徒歩旅行の時には通ったんですけど、もうその時はさ、もうとにかく前に進むことばっかり考えていて、厚木の街を散策するというのは2の次、3の次、4の次ぐらいだったんで、まあ今日はね、電車で来て、まあもう一回ね、散策してみようかなということなんですけど、でも見覚えはありますよ。うん、2012年のことですからね。まあ、厚木は結構にぎやかな場所だなというね、印象はそのまま持ち続けているところですね。道しるべがありますね。保健センターとか、サンロード厚木製菓だって。サンロードってなんだろう。まあ、サンロードって結構商店街の名前よく使われますよね。これがサンロードですか。お座敷サロンカップルとか、うわ、なんかちょっと怪しげな路地裏的商店街。なんか歌声が聞こえてくる。パチ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 。なんかカラオケスナックみたいな、そういうお店が多いんでしょうかね。いかにもね、歴史のある路地裏をという。まあ、でもこれで終わりですね。やっぱりサンロードっていうのはアーケード商店街の代名詞みたいな、そんな感じですかね。東京の吉祥寺にもありますからね。あと中野はサンモールか。サンモールもサンロードもなんか同じようなもんじゃないかと思っちゃうんですけど。あ、イオンがありますね。イオンっていうのは一昔前はなんか田舎町にあるっていうか、地方都市とかなんか郊外にでっかく構えてるっていう印象が強かったんですけど、なんか最近は結構都市型店舗を増やしてる感じありますよね。やっぱり田舎町の駐車場頼みっていうのもやっぱり限界があるんでしょうね。
これ神奈川中央交通ですね。神奈川中央交通は日本で一番たくさんのバス車両を持っている会社とかいうなんか話を聞いたことあるんですけど、まあ、情報が古いかな。まあ、とにかく規模は大きいですよ、うん、一部東京都まではみ出してますからね。町田とか神奈川中央交通のバス走ってますもんね。そして献血、つなげよう命と命のリレー。献血ね、私は献血したことないですね。なんで献血したことありませんってわざわざ言うかっていうと、よく政治家とかがさ、よく赤い羽募金の募金しましたって言ってさ、よくスーツにその赤い羽くっつけながらさ、国会のなんていうの、衆議院とかの会議に出たりするじゃないですか。まあ、あれと逆のことやろうってことですよ。で、私は募金してません、献血してません、お金も血液もあげません、強欲です、自分のものは自分のもの、俺のものは俺のもの、お前のものは お前のものだが俺のものは俺のものというね、そういうがめつい精神を皆さんにちょっとね、あらかじめお断りということですかね。まあ前方に線路がね、鉄橋が見えてますけど、小田急小田原線ですね。小田急電鉄小田原線、まあ、小田急っていうのは、まあ、多分小田原急行電気鉄道の略なんでしょうけど、まあ、正式名称は小田急電鉄ですんでね。まあ、ここにも本厚木駅の入り口があるんですね。でもうちょっとね、向こう側を散策していきましょうか。パークインホテルですか。ホテルもあるんですね。マートレンタルホール、不動産屋か、要するに不動産屋っていうのはどこの町にもありますよね。まあ、不動産屋と歯医者はもう大抵揃ってますよね。まあ、それは自分の住むところを確保するというかね、それは大切なことなんでね。やっぱり住みかあっての旅行というかね、自分の住むところが基本ですから。ここにもスクランブル交差点があるのか、ほらいっぱい歯医者あるでしょ、ね、街を歩けば歯医者に当たるというかね、街を歩けば歯医者の嫌な音が聞こえてくるというね、まあ、でもそこが本厚木駅ですね。まあ、駅の中にいろんなショッピングビルとかマイロードとかいろいろ入ってますからね。あ、小田急ステーションホテルも入ってるんだ。すごいですね。鉄道の駅とホテルとショッピングビルと。まあ、厚木市のね、規模と比べると、ちょっとね、内容の薄い歩行動画になってしまったかもしれませんけど、まあ、これからはね、質より量というかね、質より量よりも数というかね、たくさんの数こなしていこうということもありますので、まあ、小田急線沿線、他にもね、ちょっと歩行動画やりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。